アドベンチャーのガソリンを入れに行きます。皆さんこんにちは、ふもとらっとつくばです。今回は R1200GS アドベンチャーのガソリンをガソリンスタンドまで入れに行きます。2017年でアナログメーター使用がおそらくもう最終で、もう入手が困難になります。2018年はカラー、そうですね、TFT ディスプレイになってメーター周りが一新されるという感じになります。今はかなりこう日常的な、感じの風景ですが、おそらく、そうですね、この映像を数年後に見ると、随分こう変わった印象に見えるかもしれません。アドベンチャーの今ガソリンタンクは、3リッターぐらいしか入ってませんので、そのフル満タン状態でどういうふうに変わるかもちょっとこれで検証するという感じになります。厳密にはこの車両は2017扱いの車両ですので、オートアシストプロ、ギアアシスタントプロがオプションパーツ扱いのものなんですが、装着しました。このガソリンを入れるついでに一応ギアアシスタントプロの動作チェックも一緒に兼ねております。すみません、ちょっと今日本日は風が強いので、ちょっとかなり風の音がかなり入っておりまして申し訳ございません。はい、やっぱりアドベンチャーは R1200GS と比べると、そうですね、車格がなんかちょっとこう大きくなったような感じはしますが、こう街中から乗ってる分にも意外とこう、水冷ボクサーのその恩恵を受けてて、かなりこうハンドリングが軽いんですよね。こう段差乗り越えでもすごくやっぱり快適なんですよね。はい、はい、ということでガソリンスタンドに入りました。ガソリンは廃屋入れます。満タンは30リッター入ります。入り口が何しろこう狭いんで、こう吹き出しちゃったりする可能性があるんで、なるべく時折こう中を見ながら、ちょっと中の様子を伺いつつ入れるっていうのがポイントですね。入りました。はい、このぐらいで戻ってましょう。この時点で満タンで何キロ走るかどうかちょっと見てみますと、ちょっと、はい、この時点で428キロ、ちょっとギリギリ上がってますね。はい、やたっと430キロ走る感じですね。実際まあメーター読みは結構深めなんで、もうちょっと走ると思いますけどね。はい、スタートします。はい、それでが、満タンにしました。で、30リッターのタンクをフルタンで走ると一見なんか重そうな感じもするんですけど、走り出しのところでは特に、そうですね、それほど重さも感じる、味れるというのがいいところです。オフロードシーンとかで満タンで走る場面ってあると思いますけど、そういう時でも抵抗なくこれ走れるような感じですね。
まあ、実際林道とかのシーンで、例えば下ってる場面とかそういうとこですと、まあ、フルタンと、いわゆるもうかなり空の状態では当然差は出てくると思うんですけど、ストリートで乗ってる分には全然全く問題なく走れます。まあ、ちょっとこれギアアシスタントプロのチャージ事故はちょっと行ってるとこです。実際お店の周りでこう高低差があるところで、こういうところであの慣れてない方が乗るとこうバランスをちょっと崩しなような場面もあると思いますけど、あの至ってそういう不安もなくアドベンチャーを走ることができます。非常に快適です。スクリーン今これ結構立ててる状態で走ってるんで風もほとんど来ない、姉妹車種の R1200RT に結構近い感じの快適性を GS は持っています。アドベンチャー正直もっと乗っていたいってこう気にさせるバイクなんですよね。正直もうちょっとこう遠回りしてあの帰ってきたかったんですけど、あのお客様、これからちょっと渡しますので、満タンでということです。はい、ということで、ガソリン満タンにするという回でした。ありがとうございました。